はい、皆さんこんばんは、僕たちワールドブレインと言います、よろしくお願いします。今年、1月1日、元日に、未曽有の能登半島大震災、発生しまして、僕たちも、びっくりして、痛ましいことも、思ったりで、今日その能登半島大震災の復興、祈願、チャリティーコンサートということで、震災に遭われた地域、震災に遭われた方々の一日も早い、復興と復旧、お祈りしながら、届けバードブレイン歌声ということで頑張ってやりたいと思います。よろしくお願いします。それでは、上田正樹と有山淳二の、ぼちぼちいこかっていうアルバムに収録されたナンバーで、可愛い女と呼ばれたい、言いたいと思います。なんかあのしんみりした MC した後に岡間さんの歌かっていう声も聞こえてきそうですけれども、頑張ってやりたいと思います。よろしくお願いします。ワン、ツー、スリー、フォー。
と呼ばれたいでした。ありがとうございました。日本の古い、ブルースのナンバーで、プカプカっていう有名なナンバーがありまして、いろんなアーティストがカバーしてるんですけれども、一番最初に音源化したのが、ディラン・セカンドっていう、フォークユニットなんですけれども、僕たちは、その、ディラン・セカンドのナンバーで、プカプカを、お届けしたいと思います。それではぷかぷかお聴きください。 1,2,1,2,3 俺のあんこはタバコが好きで、いつもぷかぷかぷか、体に悪いからやめなくていい、thank you.
だこぷかぷかぷか90年代に、タレントさんで、宇治木剛っていたんですけれども、彼ギタリストでして、なんかドラマ出たり、クイズ番組の司会やったりとかいろいろやってたのをご存知の方もいるかと思うんですけれども、そのギタリストの宇治木剛が、やってたバンドで、子供バンドっていうハードロックバンドがあるんですけれども、1988年に一旦、活動を休止するんですけど、その時に、活動休止する時に出した実質ラストナンバーの、子供バンドロックっていう、アルバムがあるんですけど、その中の収録曲で、ブルース、ブギーですかね、ブギーの商品ナンバーあるんですけれども、その曲を、僕たち今日やりたいと思います。曲のタイトルは週休2日節です。それではレディーハマありがとうございました。
子供バンドで、中級ボーカル C を聴きいただきました。ありがとうございます。矢沢永吉、皆さんご存知だと思うんですけれども、彼が、若い頃やってたバンドで、キャロルってバンド、キャロルってバンドも皆さんよくご存知かなと思うんですけれども、そのキャロルの代表的なナンバーでファンキーモンキーベイビー、この曲を龍華団が、ブルージーにカバーしてまして、僕たちは、その龍華団のナンバーで、ファンキーモンキーベイビー、やりたいと思います。それではお聴きください。ファンキーモンキーベイビーです。ワン、ツー、スリー、フォー。君はファンキーモンキーベイビー、おどけてるよ、だけど恋しい、シェイクやマネーメーカーっていうことあるんですけどね、なんですよ。で、そのエルマ・ジェームスのシェイクやマネーメーカーをユカダンがまあカバーしてるんですけれども、ダウンタウンブギウギバンドのスモーキンブギっていうナンバーと、マッシュアップして、カバーしてて、僕たちはそのユカダンの、カバーしたシェイクやマネーメーカー、フィーチャリングスモーキンブギ、をやってみたいと思います。見たいと思いますというか、やるんですけどね。やります。それを今からやります。では。
シェイパーマネーメーカー。ワン、ツー、スリー、フォこれちっちゃいな。
金庫の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 金庫いいですね。それでは、ヘイ。